ラララララララ、どこまでも運ぶよ。巡り合ったことも、愛し合った日々も、みんな時の魔法。改めましてこんにちは、小野真澄です。岡崎ミュージックカンファレンス、今安藤さんの方からも紹介ありましたけども、今回で5回目ということになりました。当初はね、2月の予定だったんですけども、まあ世の中の事情でですね、延期になってしまって、今日5月9日ということになりました。今日はですね、このカンファレンスが、の企画をしてる頃からあったテーマの一つだったんですけども、女性アーティストだけの、例えばガールズデーみたいな、のをやってみたいなってもともとあったんですけども、今回、ね、年が流れと月が流れてやっと実現することができたんですけども、じゃあ、まあ、ちょっと長くなってしまったんですけども、そのガロの作品の中でも僕はこれは、僕の中では一番だと思ってる曲です。吟遊詩人って曲を聴いてください。 3, 4
人じゃない普通の人のこと、あの時代愛してた仲間の青春を歌って聞かせたいと今思う。時代だと思うも自由、愛らしい奴らだと思ってくれてもいい、あの時代愛してた仲間の青春を歌って聞かせたいと今思う。仲間の青春を歌って聞かせたいと今思う。
ということでですね、今日最初のガールズガールズですよ、お呼びしたいと思います。岡崎出身です、ズーコ。こんにちは、ガールズでございます。苦笑がなんかあのマスク越しにも見えましたけれども、ズーコです、よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。いえいえ、岡崎出身ということでね。はい、そうです。岡崎、何これ どこ岡崎の見合いです。見合い町。見合いかね。見合いだもんで。見合いもんで。それでどうしただ見合いから三ヶ町行っとって、そこから東高行っとったもんだから、うん、あのまあでも東京でも行っとこまいっていう感じで行きまして、今に至るという感じでございます。ところであの、はい、ズーコってのは何で。ズーコっていうのはあの昔アンデルセン物語っていう昭和40年代にあのアニメがあったんですけど、うん、ズッコっていうキャラクターがいて、知ってますか。 ありがとうございます。ズッコのズーはズーズーしのズー、ズッコケターのズー、ズル賢いのズー、おかげで寝坊するっていうキャラクターが。そのままじゃないですか。そうなんですよ。それで兄弟につけられて、それがそのまま芸名になって。カズコとかカズエとかそうじゃないんだ。加藤カズエが本名で、美空ひばり本名。そうなんです。でデビューも日本コロムビアからだったので、コロムビアの救世主って呼ばれたんですけど、うん、救えなかったみたいな感じなんですけど。この曲、私の曲をやらせていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあ世界が終わる前にっていう曲聴いてください。
したわけも涙を流す意味も教えてくれたの大野さんとは久しぶりですよね、はい、こうやって政治久しぶりでも2年ぶりぐらい2年ぐらいたらもっとってった名古屋のコンサートも随分ね延期延期延期でうちに消滅みたいな感じですもんねなんかそういう感じだねあのだからもう2年多治見とかなんか愛知県でやったのが最後だったような気がする岐阜県あ岐阜県か岐阜県多治見なんかやったのが最後ねえ本当ですね、ええ、で東京でもねこのカンファレンスのあのちなんだライブがあったので、はい、それも延期そうそうそう、ね、延期とかなくなったんですよ。ビルボードでね、2月にあのこちらでできないっていうんで、2月にビルボードでやろうって話だったんだけど、それもちょっとポシャっちゃったりなんかして、ね、そうなんです。だから久しぶりなんですけど、あの、はい、ステージでこうやって元気にね、ご一緒できて嬉しいです。はい、ではちょっとあの一緒に、例のあの名古屋の時よくやってた。そうですね。はいあの歌ってみたいと思います。もう大好きな曲ですか、ね、はい、大滝詠一さんでさらばシベリア鉄道を聴いてください。には何があるの？雪
て人は生きてゆくなら不意に愛の意味を知る伝えておくれ12月の晴れ日々よ、いついついつまでも待っていると伝えておくれ12月の晴れ日々よ、いついついつまでも待っていると。真面目にお届けいたしましょう。イルカでございました。あのね、ここのところね、私ね、デザート世代という言葉をね、ちょっとね、全国に広めたいと思って、何かっていうとね、これから歌うね、歌を聴いていただくとよくわかると思うんですけどね、人生フルコースっていう歌を作ったんですよ。ありがとう、まあ若干ありがとう。このフルコース、人生をね、思い浮かべてみると、お食事のフルコースみたいな感じで、こうなんかね、前菜から始まっていくじゃないですか。でメインっていうのはやっぱり来るんですよ。メインは私どうかなってある日思った、還暦過ぎた時にね、思った、あら、もしかしてもうメインは盛りは終わったかみたいに思ったんですけど、じゃあおしまいかっていうとそうじゃないんですよね。人生100年って言われてるでしょ。ですから終わりじゃなくて、あら、気がついたら一番最後にもっといいものが来るんですよ、デザート。これはもう自分の好きなようにしていいの。いらなかったらいらないって言ってもいいし、自分の好きなものをね、頼めばいいっていうことは、人生だってね、そうでしょ。だから、ね、還暦過ぎたからもうね、静かにしてなきゃとか、そういうことじゃなくて、過ぎたからいよいよでしょうっていう感じなんですよ、私。なのでいよいよね、好きなことをやらなくちゃっていうことで、その代わり還暦過ぎないとまだデザートはいただけませんよということなんですが、デザート世代の方いかがでしょうか。はい、力強い拍手をありがとうございました。そういうことでね、まあですから皆さんもぜひぜひね、ご自分らしいデザートをですね、ぜひぜひこれからね、見つけてほしいと思います。私も60過ぎてから着物の手書きと、ね、デザイン染めというのをね、やって、まだ新米作家なんです、これは違うんですけどね、そういうものをやっておりますしね、皆さんもぜひね、いろんなことをデザートを楽しんでいただきたいという応援歌を歌いたいと思います。それでは人生フルコース、はい、袖なんていらない、で親不孝な娘だったね。若葉が香る5月には花嫁さんになりました。これからは私があなたを幸せにしてあげるからね。娘から先は長い、この道は山あり谷あり、人生フルコース、人生フルコース。一つ屋根の下二人から、夫の両親とも暮らし、大人としての常識を授けていただいたから、嫁姑の喧嘩なんて一
一度も本当になかった愛する人を産み育ててくださった人だもの娘から妻に母になってからもまだ先は長いこの道は山あり谷あり人生フルコース人生フルコース息子が巣立った後から夫には先立たれたり寂しい日々もあったけれど孫も大きくなりました娘から妻に母になってからもまだ先は長いこの道は山あり谷あり人生フルコース人生フルコース娘から妻におばあちゃんになってもまだ先は長いこの道は山あり谷あり人生フルコース人生フルコースデザートはこれからさ、ありがとうございました。イルカさんでした。ありがとうございます。いやいやいや。今回はね、うん、岡崎ということでね、うん、大野さんのね、大野さんっていうか不思議、いいけどね、大野さんのふるさとでしょ、はい、で先ほどもズー子さんとも話してて、そういうね、なんか自分の生まれ育ったところに、うん、なんかこうまた戻ってきてで聞いてもらえてるって、なんか羨ましいなと思った。いいね、はい、すごい幸せですよね。幸せでしょ。で毎回毎年も今年5回目でこんなにたくさんの人が、素晴らしいですよ、本当。あのね、はい、この曲はね、はい、僕はショウヤンとやってる頃、はいはい、いつもやってたんだけど、ええ、ハモってた曲なんで、うん、これはもう大好きな曲なのよ、うん、なるほど。でイルカバージョンで、はい、ぜひやってみたいなということで、わかりました。いいですか。いいですよ、歌って。もちろん、はい。私への思いやりだったのでしょうか。別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。港に沈む夕日がとても「あなたを
あなたから教えられた海岸通り、あなたの言う通り、妹のままでいた方がよかったかもしれない。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も
頃は愛だとは知らない
さ。わけもなくお茶を飲み話したよ。窓の外は色中が美しい。ドアを開け君が来る気がするよ。あの時は道に
は人が言うほど辛くはないさ。泣きたい夜もあるけど、何にせよここには酒がある。さあグラスを傾けよう。Stop.